幸い魂大橋は、埼玉県と出市美女儀と和光市、新倉の間で、荒川、新菓子川及び荒川第一調節地にかかる国道298号のシャバリ橋である。シャバリ橋部が一体となって強用されている、東京外環自動車道の幸い魂橋についても、記す。川口から、 左岸側 31.6km、右岸側 30.9km の地点にかかる、国道298号及び、東京外環自動車道の和光北インターチェンジと、戸田西インターチェンジとを結ぶ橋町 1485.9m、総福院 55.4m、島町 190.0m、高さ 80.0m の日経間、連続校車張り橋の一等橋である。 車道は内側の自動車専用道路が福音9.75メートル、外側の一般道路が福音8.25メートルで上下線別に設けられている。歩道は福音3.5メートルで一般道路のさらに外側に設けられている。また埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。橋の管理者は東日本高速道路及び 北首都国道事務所である。埼玉県内の道路橋としては、上江橋に次いで長い。埼玉県を代表する橋の一つである。また、和光市の景観重線にも選ばれている。また、特定非営利、活動法人シビルまちづくりステーションによる、関東地域の橋百選に選出されている。河川区域は、荒川の流進に対し左岸側に広く取られている。 その広い河川区域を活用した荒川第一調節地などの河川施設やレクリエーション施設がある。定内地は左岸側は市街地、右岸側は倉庫があるが水田などの農地もある。橋の上流側に浅香水門があり、かつては新河岸側がこの付近で荒川に合流していた。橋のおよそメートル上流側の過程を東京ガスの都市ガス道館が 横過すぎする。幸い魂は、咲玉と読み、これは、万葉集、あずま歌からの由来とされ、人の体を守って、幸福を与えてくれる神の働きと、解釈されている。古くは、前玉と書いたことから、前玉幸い魂埼玉という説がある。また、南に位置する玉地方の前であることから、先玉という説もある。ありがとうございます。